Xin chào tất cả các bạn. Mình là Saku. Các bạn có khỏe chứ? Trong hội trợ của người Nhật, các bạn có nghe họ hay nói domo không? Thực sự là người Nhật rất hay sử dụng domo. Nếu các bạn sử dụng cái này thì nhất định sẽ giống như người Nhật đấy. Hôm nay hãy cùng nhau luyện tập nhé. Rồi, bắt đầu. Domo は大きく分けて3つの使い方があります。1. 感謝の言葉の前につける。サクさんサクさん、聞いてください。実はこの間和歌山県に旅行に行ってきたんです。いいですね。はい、その時のみかんのお土産どうぞ。いいんですか？みかん大好きなんです。どうもありがとうございます。どうしよう、道に迷っちゃった。郵便局どこかな。すいません、郵便局までの道教えていただけませんか？いいですよ。郵便局は一つ目の信号をまっすぐ行って右に曲がったらありますよ。すいません、助かります。道を教えていただきどうもありがとうございます。 2. 謝罪する言葉の前につける。いてぶつかっちゃった。どうもすいません。いえいえ、こちらこそどうもすいません。熱っぽいな、風邪ひいちゃった。明日の仕事休もう。上司に電話しよう。もしもし、サクです。はい、もしもし、サクさん、大丈夫？すいません、風邪をひいてしまったので、明日のお仕事お休みでお願いします。了解です。お大事にね。はい、ありがとうございます。ご迷惑をおかけしてしまって、どうもすいません。3つ目、親しい間柄での挨拶で使う。サクさん、どうもどうも。いやー、久しぶりだね。3年ぶりかな。どうもどうも、こんにちは。いやー、お久しぶりですね。元気でしたか？はい、元気です。ありがとうございます。お元気でしたか？はい、私も元気です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。もいごい体操どうでしたか？今日も動画を見てくれてどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。